どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画はピックアッププリティダービーガチャに来ているマーベラスサンデー、こちらの性能解説動画やっていきたいと思います。で、今回ですね、マーベラスサンデーはなかなか悪くない性能をしているというのと、ついにマベさん来たということでね、衣装ではなく、その新育成として来たところですね、ありがたいというところです。なんで、よければ動画にね、高評価よろしくお願いいたします。あと一応固有の条件とか、スキルの条件とかでね、論点もあるので、よければ動画最後まで見てみてください。はい、ということで早速いきましょう。適性に関してはこのようになっております。芝 A、 マイル C、 中距離 A、 長距離 B、 先行 A、 差し A、 追い込み C となっていて、強いコースは中距離となります。最近のウマ娘はですね、進化スキルが使えるかとかも関係してくるので、進化スキルの一つに中距離のものがあるので、まあ一応ね、その進化スキルフルに活かせるのは中距離というところです。あとはノンストップガールが持っているんですけども、それが有効な長距離もまあまあいいかなというところがあります。他のウマ娘と比較すると、まあ、ローレルが長距離強いよねとかはなるんですけども、このノンストを使って長距離もやれなくはないかなというところです。で、あとはマイルは C のとこもいいギアっていう風に見れるかもしれないんですけども、ここはですね、ちょっとそれのね、解説点があって、マイルあるのはいいんですけども、マイルでの活躍っていうところだと少しその進化スキルの火力という面で、落ちる場所があるんで、よければ解説見てみてください。あとは適正面では追い込みにするという手もあってね、後ろ客室で特にこれを使っていく、後ろにいるとなんでね、そういうところで、やっていけると思います。はい、で次成長率ですね。成長率はパワー15、賢さ15となっております。で、パワー成長率があるのはスピード練習でも伸ばせる、根性練習でも伸ばせるところがいいかなというふうに思っております。で、あとはこれマーベラスサンデーとは関係ないんですけども、今後次の新シナリオ8月にですね、新しいシナリオが来た時、その時は個人的予想としてはスピードの上限値が伸びたりですね、あとはそのジャンポケとかいろいろスピード今ね伸びる環境になっているので、そういうところで今後ですね、スピ成長率いいよねってなるのは、予想しているというところはあるので、まあ、スピあってもいいって言ってたんですけども、今回マベさんにはスピはないという感じです。はい、で次固有スキル見ていきましょう。固有スキル、こちらマーベラス世界となっております。で、結構条件が多いんですけども、順番に見ていくと、レース中間付近でというところ、これが走行距離、レースの全体のその走っているところの 40% から 50%、まあ、中間付近っていうのはこのところになります。中段にいてというところがですね、順位条件で、チャンピオンズミーティングだと5から7位、リーグオブヒーローズだと5から10位という風になってきます。で、さらに近くに馬娘がいると、ここまでがまずだね、オプションなしの条件で、前後左右の 1.5 メートル内に馬娘ちゃんが1人、これが近くにいれば、発動するという感じです。で、さらにですね、視界内に馬娘ちゃんが4人以上いると、これが追加効果で、それがある場合は効果が増えるというところで、効果値は、普通の速度固有が3500の5秒なんですけども、それが視界内4人いれば速度4000の5秒というふうになるというところです。ここちょっと刻んでいるところも少し注目点、解説者としてはね、思うところ。そしてあとはね、視界内4人以上っていうところなのっていうところはあるかもしれません。で、まずはここを解説していくと、こちら視界に4人というところなんですけども、まあ、これはですね、おまけとして考えるべきかなと個人的には思っております。で、一つあるのが、後ろ客室の馬娘ちゃんを少し出しているとしても、その中で自分、まあ、マーベラスサンデーが後ろ客室の中で前の方にいるっていう時ね、そういう時はやっぱ視界内に4人はいないんじゃないかなというところで、これが安定して4人がね、ずっといるっていうことはないかなと思います。なんでその場合は普通の中盤速度固有になるので、まあ普通にまずは中盤の速度固有、いい場所で出る、普通の速度中盤押し上げというところに考えて、4人いればさらにちょっと上がるのが美味しいよねっていうふうに考える固有だと思っております。はい、でこれがですね、例えばなんですけども、12頭立ての LOH でやった場合なんですけども、ここにマーベラスサンデーがいたりして、例えばこの川上の位置でもいいですけども、こういうところにいるとですね、その4人っていうところをこうね、捉えられるっていう感じなので、プラスの効果が、おまけがね、つくっていう感じです。ただし、例えばですが、ここの一番前にいるマベさんの位置からだと、視界内4人っていうのは、まあ、ヒーローズで人数が多いとしても厳しいとかね、そういうのがあったりします。
さらにおまけで言うとですね、ヒーローズで中距離レースをやった場合は白北さんとか、例えば次が宝塚であれば栗おぐりとか線香馬娘とかもここら辺にいたりね、ブルボンとかね、アイネス夫人とかもいたりするので、そういう面ではこのね、固有をその最大値で出すっていうのは、リーグオブヒーローズの場合も厳しくなると思います。でさらにチャンミンになると9人になるんで、やはりここはおまけと考えるというね、ところの解説です。はい、でそれに関して白スキルこのようになっております。白スキル見ていくと、まあ、金も含めですがノンストいいですね、高揚感、これが前のめりの、前なんですけども、中盤押し上げでいいもの持っていますよねっていう感じ。ありったけとかはそのね、まあ、中盤の速度っていうので普通の、評価ですけども、ここに差し骨があるので、この差し骨には視野を5メートル伸ばす効果があるので、そのコツを取って視野を伸ばして、少しねそのね視野内に捉えやすくするという育成方法もあるかなというところです。はい、で次進化スキルいきましょう。進化スキル、まずは高揚感の方です。高揚感の白スキルは前のめりなんですけども、結構中距離の後ろ客室にとっていいスキルで、中盤押し上げていくことができます。その高揚感の進化スキルですごくバージョンになっているというもので、こちらのバーベラスゾーンはいいスキル持っております。条件としては単純に中盤ランダムで、順位条件はこのようになっています。まあ、50% 以下にいることっていう感じなんで、かなり出やすく、そのね中盤を押し上げていける、いい、こういう、進化スキルとなっております。秒数は 2.4 秒ですごくの分があるので、これで、そのね後ろでも前に行けるっていうね、進化スキル、まずは一つ目いいもの持っております。はい、で次ですね、ノンストップガール進化持っております。こちらがメインの解説となります。解説論点もあるのでよければ見てってください。あと動画高評価もよろしくお願いいたします。で今回ですね、このノンストップガールに関してはさらにの効果、そこに前に出る効果がついております。ここが非常に強力でですね、これ一応ゴールまで遠いとという条件なんですけども、まず条件を見ていくと、普通にノンストップガールの条件、ラストスパート前方近くに馬娘ちゃんが1秒いるっていうね、ノンストの条件プラスこの遠いとというのがあればさらに前に出ます。その場合普通に加速4000の3秒がまずノンストなんですけども、でレーン4もついているのがノンストなんですけども、さらに現在速度アップがつくというところで、これがですねマーベラス計画が強いということになります。でまずは単純に考えると、前に出るがついているノンストップガールは強いです。他のノンストップガールは回復するとかがついていてあんまり意味なかったり、あとは一応川上プリンセスはすごくノンスト、そして雪の美人はロングバージョン、しばらくの間のノンストップガールがあるんですけども、それでもやっぱり現在速度前に出るというものなのでね、ノンストップガールの中で一番強いものを持っていると思います。はい、でそうするとですね、こちらのゴールまで遠いとというのがどうなるかということです。こちらの条件が先ほど見た通りゴールまで 600m あることです。なんでまず押さえてほしいところなんですけども、マイル以下だとこのさらにゴールまで遠いとという条件を満たせなくなるので、普通のノンストップガールになります。例えばマイル 1600m であれば、その終盤のね、その後ラストスパートに入っていくところが 533m になるので、マイルではこの負荷効果が出ないということを覚えていってください。はい、なんで主戦場中距離とかね、あとは長距離もまあまあっていう感じなんですけども、特に中距離で論点があります。中距離入りの中距離の終盤入りのメートル数をここに列挙していますが、例えば2200とかね2400だともう遠いとというのを完全に満たすんですけども、2000メートルの時が667メートルなので、そこの論点があります。これ何を言ってるかというと、2000メートルで終盤667メートルゴールまでね満たして、例えば67メートル後にこれを出した場合って、遠いとを満たさなくなるので前に出る出せないよねっていう話があります。ただこの話はあるんですが、そこも気にしなくていいと私は考えております。それは何でかというと、そもそもですねノンストップガールが遅延発動してるって場合、そのノンストの勝ち筋っていうのがなくなって、遅く出してしまうと加速スキルって無効になってしまうので、例えば67メートル進むのに、そのね数秒かかるんですけども、そんな遅く出したノンストっていうのはやはり、そのね最速に近い場所で出てない分、高価値も落ちますし勝ちにつながらないというふうになります。で逆に600メートルあるところで出せば前に出るがあってね、最大火力が出るっていうところで、なんかね遅延発動のことはつまり考えなくていいというふうに個人的には思ってます。その時はもうノンストも出てないんで、なんならね、不発してるぐらいの話になるということです。
なんで特にチャンピオンズミーティングであれば、そのノンストを出してノンストの加速分プラス前に出るがあって勝つことができて、出なかったらまあ普通に勝たないっていう感じなので全然問題ないということがここでは言いたいです。はい、ということで一応これねコース図なんですけども、例えばノンストップガールのねこのマーベラス世界なんですけども、まあ例えばここが終盤入りです。で、早めに出ればノンストの加速3秒という強力なものを生かして勝ちにつながるっていう感じなんですけども、遅延発動してここら辺で出た場合、もともとノンストが意味ないよねっていう感じです。で前に出る効果もなくなるってかもしれませんが、それはもともとね勝ち筋ないよっていうねところをコース図でも解説しています。はい、なんでここはですね単純に前に出るノンストが強いよねっていう風にね覚えていけばいいと思います。67メートルの話が一応あるよっていうね論点の解説でした。はい、ということでまとめていきましょう。今回マーベラスサンデー引くべきかという話、ガチャどうするかという話です。まずは性能、今見た通り前に出るノンストを持っていて、まあ、中盤を押し上げる速度スキルや固有を持っているので強い性能あると思います。なんで普通に例えば何もないね、あんまりいいものもらってない娘ちゃんより普通に強い性能があるという評価です。でただし性能で引くかどうかですね、引くべきですかって言われた時、性能どうかっていう時は手持ちによります。で特に中距離の馬娘というのは激戦区でありまして、普通に白北が強いよねって言われたらそれは強いです。で白北ブルボンアイネス風神っていうところがね普通に強いっていうところ、さらに 2200m であったりクリオグリが強い中距離であればクリオグリが出てくる、そしてネオユニバースなど白客室を出しても強い、他にもいろいろいますが、そういうところは、全中距離馬娘で言えます。なんで例えば今回のマーベラスサンデーがネオユニバースに対してノンストを積むのとどっちがいいのかなっていうところが比較対象なんですけども、まあ中盤はネオユニの方が強くてノンストの火力はマーベラスの方が強いだよねっていう感じで、戦える性能はしているんですけども、例えば白北クリオグリ持っていた場合って結構枠はどうしようかなっていうふうになるということです。であとは次、直近のリーグオブヒーローズを考えると、例えば宝塚記念想定という感じでいくと、まずは白北出さないことはないよねっていう感じ、そしてクリオグリっていうところに枠が取られて、であとはヒーローズで順位を安定させるなら逃げってなるならブルボンやアイネス封じになるかもしれなくて、まあ言ってみればネオユニバースにも枠がないかもしれませんし、マーベラスサンデーもどうするかなというところです。ただし今ここに入れてみてもいいとかね、そういう感じにはなるかもしれないんですけども、ヒーローズ目線だとこういう解説です。であとはチャンピオンズミーティングで考えた場合、チャンピオンズミーティングは誰か一人が1位に入ればいいという1着に入ればいいということなんで、そこではやはり強化版のノンストップガールを買って中距離チャンミ勝てる性能もあると思います。チャンミ想定していくと、白北、マーベラスクリオグリでもいいですし、白北ネオユニマーベラスとかね、少し後ろでガチャをしてもいいしとかね、そういう感じにはなってくるかなと思います。白北安定させるために白北ブルボン、マーベラスでもいいですし、まあ、そういうところでですね、まあ、白北クリオグリアット1の枠に入れるチャンミ性能をしていると思います。はい、なので引くかどうかまとめていきます。性能で引くのであれば中距離は激戦区です。白北クリオグリでやっていくよっていう場合は、まあ、性能的にはねそこで2枠埋まるっていう感じなので手持ちと相談して考えてください。推しっていう場合はですね、今回のウマ娘ちゃんは普通にちゃんみで勝てる性能、ノンストのいいものをもらっているので、それで勝ち筋があるので、ちゃんみで勝たせたいよっていう場合は全然引いてもいいガチャなので、いい性能をしているというのがまとめです。他にはですね、例えばやはりマヤのトップガン、サクラローレル、マーベラスサンデーとね、こういう風に並べて走らせることもできるので、まあ、そこら辺はね、育成馬娘はそこで推しかどうかで考えるのもいいと思います。はい、であとはおまけです。おまけなんですけども、マーベラスサンデーローテーションはそんなに緩くないかなっていうところがあります。こちらローテーションなんですけども、ここからシニアのねレースが続きます。春三冠と秋三冠が入っているので、そこら辺がね少し練習できないのと、そのねクラシックでのレースが少ないので、そのファン数という問題があるので、一応ポイントおまけとしてはこのローテ面の話がある、まあ、緩くないものではあるかなというところはあります。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回マーベラスサンデーね普通にいい性能していると思います。対面でですね強化ノンストを出されたら中距離チャンミ普通にマーベさん強えなっていう風になる未来が見えています。
そんな感じでですね、ちょっぴり詳しく解説したので、よければ動画最後高評価も忘れずによろしくお願いします。参考になったら高評価よろしくお願いします。ということでのっちん TV でした。他にもですね動画上げていきますし、LOH とかね来たらね、またねガチでやっていきたいと思いますので、よければ他の動画も見てみてください。最後までありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。それではまたら、バイバイ、ありがとうございました。